和ネタ橋は、渡瀬川の高津戸橋に架かる橋である。群馬県緑市大間町の大間町地区と高津湖地区を結ぶ。全長120メートル、幅3.5メートルの歩行者専用橋である。上流には、高津戸ダム、下流には、高津戸橋があり、遊歩道が整備されている。橋の床には、日本全国から寄せられた鳥や花などを描いたタイルが120枚。 埋め込まれている。表明は岩に水が当たって飛散する様が滝のように見えることに由来している。現在の橋は二代目にあたり、初代の橋は1953年に架けられた木床の吊り橋であった。渡瀬川上流、現在の紀流市黒骨町水沼、八木原間に架けられていた五月橋を移築したもので、全長57.3メートル、幅2.2メートルであった。 現在の橋への架け替え工事は1993年2月1日に始まり、1994年3月15日に完了した。工事費は5億6、905万3、100円。山の形をイメージした A 型ラーメン橋という全長100メートル級の橋としては珍しい形式を採用。夜間は観光用にライトアップされる。ネタキ橋は自殺の名所として知られ、 2016年の夏には、教場から家族で飛び降り、無理心中を図った事件も発生している。このため自治体では、看板や監視カメラを設置するといった自殺予防策を講じている。また、過去に山形県で自殺の名所とされていた吊り橋にバンジージャンプ台を設置し、イメージアップに成功した事例があることから、ワネ滝橋にも同様に、 バンジージャンプ台を導入してはどうかとの提案がなされたこともある。ありがとうございます。